サンタマリア・マッチョーレ教会はイタリアのベルガモにあるカトリック教会の教会堂。左翼楼入り口のライオン像8世紀から存在した聖母教会を取り壊した後、1137年にサンタマリア・マッチョーレ教会がこの地で寄港された。1185年に主祭団が1187年にクワイアと左右の翼楼が完成した。経済的状況により、 その後13世紀から14世紀頃まで建設は進まなかった。1436年に首動が建てられ始め、それが完成したのは15世紀末頃だった。1481年から1491年にかけてベルガモ領主バルトロメオコンレオーニによって制御室が改築されるとともに彼の霊廟となるコンレオーニ礼拝堂が新設された。1521年に ピエトロイザベロによってポルタフォンタナと呼ばれる南西側の入り口が完成した。17世紀には教会堂全体の改修工事が行われている。左側の浴廊の入り口教会堂は左側を大聖堂広場に面していて主な入り口はそちら側に作られており、正面は司教館の壁と一体化していてで入り口は作られていない。建物の外観は 初期のロマネスク様式である。アプス外面の上層階にはロッチアがある形式で、そのフリーズには幾何学模様と植物の模様が描かれている。左側の翼牢には著名な彫刻家、ジョバンニダ・カンピオーネが手掛けた入り口があり、赤いライオン像が支える円柱にはベローナさんの大理石が使われている。入り口の上階部分には聖バルバラ、聖ビンチェンソ、聖アレスサンドロ像が置かれていて、 最上階の日地部分には、聖母子像が置かれている。右側の浴廊にある入り口も、ジョバンニダ・カンピオーネが手掛けたものだが、北側と違い白いライオン像が、円柱の基礎に使われているほか、装飾もよりシンプルな形態となっている。教会堂内部教会堂内は建設当初の、ロマネスク様式のギリシャ十字型を維持しており、新郎とその両側に側廊があり、 交差部の正面仕切りで内陣と区切られている形状である。ただし、内装は17世紀の改装時にバロック様式のものに置き換えられている。壁面に飾られた聖母、マリアの生涯を描いたタペストリーは1583年から1586年にかけてアレッサンドロ・アローリがフィレンツェで制作したものやフランドル地方で作られたものがある。1698年に ルートビヒバンショアがアントワープで制作したキリスト貼り付けのタペストリーの上には1691年にルカジョルダーノが描いた公開図書の絵が描けられている。神道の、いわゆる、左側の側楼の始まり部分にはアンドレア・ファントーニが1704年に制作したバロック様式の国会長門石が置かれている。クワイアの手すりコには14世紀に作られた。 キリスト貼り付けの姿がデザインされたものがある。また、クワイアの木製座席は、ベルナルド・ジーネイルとアンドレア・プレイビートリーによってデザインされたもので、そこに取り付けられているロッキのブロンズ聖職台は1597年に作られたものだ。クワイアの聖書の話をデザインした木彫りは、ロレンツ・オロットによって制作されたものである。右側の浴楼には、聖愛キデュースの生涯や、 最後の晩餐、生命の木を描いたフレスコ画があるが、一部は17世紀の改修時に描かれたフレスコ画で上書きされてしまっている。ありがとうございます。